時間もあるわけですから、そのオンゴール、はい、安倍総理自らちょっとしちゃってる感じがしますけども、はいはい、これ講演で、あの、した発言ですが、はい、まあ、趣旨としては、あの、企業経営者の皆さん、今非正規の方々を、ね、うん、こう雇ってらっしゃるかもしれませんが、はい、どうぞ正規にしてください、そっちの方が企業にとってもいいですよという趣旨なんでしょうが、うんうん、非正規の時にね、責任感がないことを正規にすれば責任感が出る、はい、ちょっと私も聞いたときに、うん、どういうことって思ったんですが、うん、これも辰木さんオウンゴールなんでしょう。オウンゴールですね。まあ、神戸の講演ですね、産経新聞の主催の講演での発言なんですが、安倍さんは非正規雇用の時にはなかった責任感が正規になればやる気が出て生まれていくんだ、つまり、非正規の人は責任感ややる気がないということを言っているってですね、今働く人の 37% ぐらいが非正規雇用なんですね。で、そういう雇用条件がそういうふうなことがあるんで、なるべく正規にということをもちろん政府は言ってるんですけれども、その4割近くの人はそのやる気がなくて責任感がないんだよっていうことを、うん、総理は頭の中にそういうことがあるんだっていうことが分かっちゃったっていうね、うん、だもちろん経営者に対してだから、正規雇用してくださいねっていうことはあるんですけれども、うん、その、あの、やっぱりそういうふうな気持ちで本気でやる気があるのかな、あの、ものすごく善意に解釈をすれば、うん、やる気や責任感が失せる待遇を早く改善してほしいと、うん、で、非正規雇用の人は本当は責任感やる気があるんだけど、この雇用形態ではやる気もその、責任感も生まれないんだから、とにかく早くやってください、うん、という言い方と安倍さんの講演はちょっと違うんだ、ニュアンスがね、うんうん、まあ、その特に善意としてこう捉えればそうかもしれませんが、はい、まあ、それにしてもあの認識ですかね、うん、普段からの。これあの、稲田防衛大臣にしても安倍総理にしてもその心の中、はい、あの共謀罪の中で、あの共謀罪の時もこの心の中が問われましたけど、はい、うん、心の中でそう思ってるからつい行っちゃったんでしょっていうふうに言われかねない。そうですね。それも都議会議員選挙の選挙期間中という。うんうん、これはどうですか、ね、この非正規の問題、その、非正規の人は言ってみればやる気や責任感がっていうような話のこの講演のこの前段では例の加計学園の問題を話してるわけですね。で、まあ加計学園の問題になってきた時に、そのやる気があるところはどんどん獣医学部を作ってくださいと、はいはい、3つも4つもやりますから私はというふうに言った。あれ？と思うのはその前国会の答弁で、その獣医学部をどこに置くかっていうのは私が指示したり権限を持ってませんって言ったんだよね。すごい矛盾してますよね。権限持ってないのに、うん、講演では3つでも4つでもやりますからどんどん行ってきてくださいって、これってどっちが本当なのっていうね、うん、そうするとものすごく皮肉に言えばどんどん持ってきて先頭に加計学院がいたから私が決めたっちゃ話になってしまうっていうね、うん、だからそれと、まあ、もう一つは経済特区の中にどんどん設けるっていうふうに言ったんですが、このいわゆる国家戦略特区っていうのはあのどういうことかというと、実験的にやってそこで効果が出た時に他の地域にやっていこうということが国家戦略特区の位置づけなんです。つまり今治市で加計学園が獣医学部を作った時に成果が出たら他のところをやっていいわけですから、そういう、まあ言ってみれば仕組みになってるんだけども、その神戸での講演はどんどん持ってきてくれると、やりますからっていう、国家戦略特区どんどんっていう、それは違うでしょうというようなことで言うと、こう、国会での答弁あるいは原則と他のところで言ったのは随分違う発言。これはもう稲田さんもそうなんですが、まあ稲田さんの場合は国会でもぐじゅぐじゅだったんだけど、なんかそういう発言の軽さっていうかな、その発言の軽さに何か本当に考えていることが見えてきちゃうという感じがしますけどね。